東京ヤクルトスワローズ対オリックスバファローズ開会セレモニーを行います。これより両チーム監督コーチ選手の入場です。はじめに先行オリックスバファローズコーチの入場です。ヘッドコーチ水本克己背番号88、投手コーチ高山郁夫背番号73、投手コーチ浅沢和之背番号75、打撃コーチ豊木英志背番号77、打撃コーチ辻井龍太郎背番号79、内野守備走塁コーチ片岡直之背番号76、外野守備走塁コーチ田口壮背番号81、バッティングコーチ斉藤敏夫背番号87。続いてノンスターティングメンバーの入場です。投手平野義久背番号16、比嘉元貴背番号35、阿部翔太背番号45、本田仁美背番号46、小木田敦也背番号56、ジェイコブ・ワゲスワック背番号58、山崎総一郎背番号63、宇田川優輝背番号96、星伏見トライ背番号23、頓宮優和背番号44、内野手安達良一背番号3、大城浩二背番号10、太田亮背番号31、外野手北亮斗背番号38、佐野光大背番号41、小田裕也背番号50、 T 岡田背番号55。続きましてスターティングメンバーの入場です。1番センター福田周平背番号1、2番サード宗雄馬背番号6、3番ファースト中澤啓太背番号67、4番レフト吉田正尚背番号7、5番ライト杉本雄太郎背番号99、6番セカンド西野正弘背番号5、7番キャッチャー若槻健也背番号2、8番ショート紅林幸太郎背番号24、9番ピッチャー山本由伸背番号18、山本由伸投手キャッチャー若槻健也選手は現在ブルペンで投球練習中です。そしてオリックスバファローズを率いるのは背番号78、中島聡監督です。以上、オリックスバファローズ監督コーチ選手のご紹介でした。続きまして高校東京ヤクルトスワローズコーチの入場です。打席コーチ松本雄一背番号82、投手コーチ伊藤智人背番号89、投手コーチ石井裕俊背番号98、打撃コーチ大松翔一背番号78、総理コーチ堀岡亮介背番号75、外野守備総理コーチ加藤新一背番号81、バッテリーコーチ衣川敦背番号83、コーチコーさん芝元博背番号45。投手石山大地背番号12、清水昇背番号17、木澤直史背番号20、田口和人
背番号34スタッフの正が背番号37大西ひろみ背番号44久保拓磨背番号61本野龍が背番号69星内山壮は背番号33小川拓大背番号57内野手岡村伸幸背番号00川端慎吾背番号5宮本武史背番号39外野手柳秀隆背番号0川内秀夫背番号2丸山春也背番号4青木紀親背番号23続いてスターティングメンバーの入場です。続きます。